長尾隆は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、自由民主党副幹事長。東京都立法野高等学校を経て、1986年、立命館大学経営学部経営学科を卒業、明治生命保険相互会社に入社。2002年8月明治生命保険相互会社大社。同年9月、民主党、大阪14区総支部長に就任。 翌2003年11月9日の第43回衆議院議員総選挙に民主党公認候補として立候補したが78,654票で時点で落選。2005年9月11日の第44回衆議院議員総選挙に民主党公認候補として立候補したが89,142票で時点で落選。 2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙では自由民主党現職の谷畑隆を破り136,798票を得て初当選。同年10月から衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会理事に就任し2011年1月まで務める。2012年3月から衆議院構成。 労働委員会理事に就任し、同年11月16日の衆議院解散まで、務める。衆議院解散と同時に、民主党に、民主党の方向性は、日本の国益にかなうものではないとして、離党届を提出し、将来的に自民党に入党する意向を表明した。離党届は受理されず11月21日付で、除籍処分を受けた。 第46回衆議院議員総選挙では無所属で立候補し自民党は当初長尾を推薦する形をとっていたが12月13日に長尾の応援演説に訪れた自民党総裁の安倍晋三の意向で公認候補となった。重複立候補はできず谷畑に敗れて落選した。2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙に 自民党公認で大阪14区から出馬し、維新の党の谷畑に再び破れるも比例復活で当選76,555票を得た。当選後の翌15日に首相の安倍から直接誘いを受け、聖は政策研究会に入会した。2017年9月12日に北朝鮮の情勢などを踏まえて憲法9条の1項と2項を残して自衛隊の 存在を明記する会見に賛成した。同年10月22日の第48回衆議院議員総選挙に自民党公認で大阪14区から出馬し参戦。2018年の第4次安倍改造内閣で内閣府政務官に就任。民主党議員時代から複数回有志議員らと共に尖閣諸島沖で魚釣りをした。 韓文学者の石井臨と共同で中国や台湾が領有権を主張する資料への反論の記者会見を行うなどして対外発信に取り組む。離島2012年11月16日午後,後、国会内の民主党の幹事長室を訪れ、民主党の方向性は日本の国益にかなうものではないと考え、離島を決意した。戦後、これほど、 領土の問題が注目された時期はなかったが、民主党は私の考え方と遠い方向に行ってしまった。と、離党届を提出した。民主党を離党して自民党員となることを決意したきっかけは、民主党の綱領に関する全議員会議において精神的疲労があったことを Facebook に投稿した。際、2012年に自民党総裁となった当時の安倍晋三が、 長尾さんには民主党は似合いません。とコメントしたことによると述べた。活動費、関連2012年、離党前に所属していた民主党より、党から受け取った活動費300万円の返還を求められた。2012年11月の時点では、この活動費は返還されていない。2013年4月、沖縄の状況について、沖縄のいびつなマスコミ、後押しする。 左翼勢力、バックにある中国共産党の工作員の存在と演説。2015年7月には沖縄の名護市辺野古を視察し、新基地建設に反対する市民運動について、反社会的行動であり、周辺住民は困り果てていると自身のツイッターで主張した。2015年6月25日、自民党内の勉強会、文化芸術懇和話会において、 沖縄の特殊なメディア構造を作ったのは戦後保守の堕落だ。沖縄の歪んだ世論を正しい方向に持って行くためにはどのようなアクションを起こすか。左翼勢力に完全に乗っ取られている中、大事な論点だと発言。同27日、自由民主党幹事長の谷垣定一は、同党本部で記者会見し、同発言に問題があるとして、長尾厳重注意としたほか、 同様の発言を行った井上隆弘、大西秀夫を厳重注意とし、さらに東海代表の木原実る自民党青年局長を同日付で更迭し、1年間の役職停止処分とした。その後、同月30日に長尾は朝日新聞の取材に対し、左翼勢力という表現は不適切。処分は、謹んで受けると話す一方で、沖縄メディアは、 基地反対運動の反社会的行為を報じていないと沖縄メディアを改めて批判した。2018年4月22日自身のツイッターに野党議員らがメトのプラカードを掲げる写真にセクハラはあってはなりません。こちらの方々は私にとってセクハラとは縁遠い方々、私は皆さんに絶対セクハラはいたしませんことを宣言いたします。と投稿。 その発言こそがセクハラだとの批判を受け、長尾は投稿を削除し、自身のホームページで審議を拒否される同時刻、メトゥと訴える議員書士の姿に、憤りを禁じ得なかった写真に掲載されている女性議員の皆様に、心からお詫びを申し上げると謝罪した。二0 1七年四月八日、ユナイトの関西支部ユナイト関西が、大阪市淀川区民会館で開いた、 学習会に谷川トムと参加。長浦は若者の政治離れが叫ばれる中、こんなにも純粋で政治の勉強をしている若者が集まっていることに大変驚き、感動した。商協ユナイトの今後の活動を応援すると挨拶した。2015年7月、長尾の資金管理団体、長尾隆志講演会が2012年衆院選前の11月30日に、 自民党本部から寄付を受けた500万円を政治資金収支報告書に収入として記載していなかった。長尾の事務所担当者によると、党本部から500万円が同講演会の口座に振り込まれ、同じ日に長尾市の選挙事務所の口座に移したが、同講演会の政治資金収支報告書に記載せず、長尾の選挙運動費用収支報告書には、 党本部から直接寄付があったように記載していた。2017年6月に無関係な社員の名前や顔写真を掲載していたネットメディアの特定の制作会社に実質的に乗っ取られ変更報道が繰り返されている。インタビューで都合の良いコメントをする劇団員を雇い、国民を洗脳などの虚偽報道を自身のツイッターで引用して拡散を呼びかけたことを謝罪している。 ありがとうございます。